今からコールマンのインスタントバイザーシェード組み立てていこうかなと思います。大きさはシェードの部分が縦横2700×2700、ちょうどいい家庭用サイズになってるかなと思います。組み立てはほとんどワンタッチでカチカチカチと簡単に組み立てができるんじゃないかなと思います。コールマンのテント買ってきました。暑くなったのでここにテントを立てようかなと思います。なんと全部一つになっていて、これをぐーっと広げていくみたいです。アーム状にぎゅーっと4人で引っ張るとちょうど開いていくんですが、2人で引っ張るとこのアームが伸びきらないので、どうしてもここの金具の部分のストッパーにカチンとはまるんですが、ちょっとはまるときに力が必要でした。男の人じゃないとちょっとはめるのが大変です。テント立ちました。こんな感じでちゃんと便利に返しのフックがついているので、ただ引っ張るだけできつく締まるようになってました。4箇所全部縛って、まあ杭打たなくても、杭もついてたんですけど、杭打たなくても周りにちょうどいい止める木があったので、そこで締めました。コールマンテントにはなってませんが、屋根型の横のサイドの部分は別売りであったんですけど、焼肉用なので上だけのやつにしました。完成です。とうとう我が家にもコールマンのテント立ちました。かっこいいです。こっちにもマーク入ってます。ここで焼肉できます。焼肉のフィナーレやってます。